皆さんこんにちは、心理カウンセラーラッキーです。今回のテーマはあなたは大丈夫、ストレスに弱くなる2つの習慣ということで、今日の内容は重要なお話です。どれくらい重要かというと、今までに僕が出した YouTube 全部で90本ぐらいあるんですけど、90本全部見るより今回の動画1本の方がはるかに大事。これからご紹介します2つの習慣をやめるだけでイライラすることが減ります。落ち込むことも減ります。怠け心も減ります。頭の回転が速くなります。集中力が続くようになります。記憶力もアップします。ホルモンバランスも良くなります。性格も良くなります。人間関係のトラブルも減ります。自信が高まります。がんから風邪予防まであらゆる病気にかかりにくくなります。疲れにくくなります。太りにくくなります。寿命が伸びます。我慢強くなります。依存症になりにくくなります。活力がアップして面倒なことが面倒でなくなります。うつ病ですら良くなります。これらすべて科学的に証明されています。そしてその結果、ストレスに強い自分、辛抱強い自分、やる気にあふれた自分になることができる。これね、大げさな話ではなくて本当の話、効果を確実に保証できます。なんでこんなに重要なことを今まで話さなかったのかというと、ごめんなさい、すっかり忘れていたんです。忘れてしまった理由はあまりにも当たり前すぎることだから。皆さんも聞いたら、なんだそんなことか、つまんねえなと感じるかもしれないんですけど、本当大切な内容ですからね、ぜひ最後までご覧ください。というわけで、ストレスに弱くなる2つの習慣、まず1つ目はこちら、睡眠不足。ほらつまんないでしょ。まあそれはさておき、睡眠不足が怖いのは自覚症状がないことなんです。実は僕もね、偉そうなことは言えなくて、10年くらい前はスーパー夜更かし人間でした。夜中の1時から2時くらいに寝て、朝の7時過ぎに起きるという毎日。平均睡眠時間は6時間弱ですね。その頃は今と比べるとはるかに落ち込みやすくて、イライラしやすくて、疲れやすくて、めんどくさがり屋で、何かを始めてもいつも三日坊主。でもね、それが普通と思ってたんです。自分の性格はこんなもんだとね。で、今は夜の9時半に寝て朝5時15分に起きる、7時間45分睡眠ですね。そうしたらね、もう全然違う。体は軽いし、心は明るい。ストレスをストレスと感じなかったり、めんどくさいことをめんどくさいと感じなくなったり、とにかく活力やエネルギーが全然違う。そしてご機嫌でいられる。テレビを見てる暇があったら本の一冊でも読もうとか、スマホをいじってる暇があったら妻の家事を手伝おうとかね。不思議なもんで自然とそういう気分になってくる。心に余裕が出てくるということですね。ちなみに日本人の平均睡眠時間は、ある調査では男性が6時間半、女性が6時間40分。どちらも世界最短で寝不足の金メダル。ではね、睡眠が足りていないと心にどのような影響があるのか。まずは、うつ状態になりやすい。精神不安定になるということですね。それからホルモンバランスが崩れる。自律神経が乱れる。集中力が続かない。孤独を感じやすい。疲れやすい。記憶力の低下。食欲の増加。自制心の低下。これ例えば睡眠不足の人ほど浮気しやすいというデータがあります。それから作業スピードの低下。ミスの増加。緊張しやすくなる。やる気の低下。免疫力の低下。睡眠時間が7時間を下回ると3倍風邪をひきやすくなるという研究もあります。他にもイライラしやすい、臆病になる。でね、これらたくさんのことが絡み合ってストレスの多い毎日になる、ストレスに弱い自分になるということですね。で、一つ興味深い研究をご紹介すると、6時間睡眠を2週間続けると事実上脳は酩酊状態になる。つまりほろ酔い状態、ほろ酔い状態で元気に8時間働けますかっていうことなんです。集中できないし、時間は長く感じるし、猛烈なストレスですよね。ストレスが溜まれば、ストレス解消のためにまた夜遅くまでダラダラ過ごしてしまう。で、次の日もやる気が出ないわ、ミスが多いわ、上司に怒られるわで、そんな日が長く続けば会社に敵意すら感じてくるはずです。でもね、ストレスの元々の原因が自分の睡眠不足にあるとはなかなか気づけない。最初にもお伝えしましたけど、睡眠不足が怖いのは自覚症状がないことなんです。ではね、どうしたら睡眠不足を自覚できるのか、いい方法があるんです。まず、睡眠で大切なのは時間と質、どちらも同じぐらい大事で、睡眠時間が足りているかわかる方法がこちら。休日の朝にいつもと同じ時間に目が覚めるかどうか、
休日は遅くまで寝てしまうという方は、睡眠負債が溜まっている可能性大。1日たった30分の睡眠不足でも、平日の5日間で合計2時間半の睡眠負債になってしまいますからね。普段からもう少し早く寝た方がいいですね。あと睡眠の質がわかる方法がこちら。夢を覚えているかどうか。夢をたくさん覚えているというのなら、睡眠の質が悪い証拠。睡眠の質を上げる方法はちょっと大変なんですけど、ポイントは3つ。1つ目は、毎日同じ時間に寝る。たった1日でも時間をずらしてしまうと、体が時差ボケを起こして、少なくとも3、4日は睡眠のリズムが狂ってしまいます。ですので、休日も同じ時間に寝て、同じ時間に起きるのがベスト。で、2つ目は、朝日を浴びる。朝日を浴びると、セロトニンが分泌されます。セロトニンは約14時間後からメラトニンに変化します。メラトニンは天然の睡眠薬。朝日を浴びればちょうどいい時間に眠たくなってぐっすり眠れるということですね。最後の3つ目は人工的に夕方を作る。これどういうことかというと、人間にとって夕方ってとっても大事な時間なんです。というのは昼間は交感神経が活発に働いていて、これが活動モード。寝ている間は副交感神経が活発に働いていて、これが修復モード。でね、活動モードから修復モードに切り替えるのに必要なのが夕方なんです。でもね、現代人の多くは寝る直前まで昼間のような照明やテレビに照らされて、いきなりカチッとスイッチを消して寝ちゃいますよね。これがいけないんです。活動モードのまま寝ちゃったら、朝までに体の修復が終わらない。たっぷり寝たのに疲れが取れないということになってしまう。というわけで、人工的に夕方を作る方法をざっとご紹介しておきます。寝る前2時間は照明は暗めに、またはオレンジ色の照明に。寝る前1時間は食事、お酒、テレビ、スマホは NG。夕方以降のカフェインも NG。お風呂はややぬるめで。あとは音楽を聴いたり本を読んだり家族と会話したりペットと戯れたり刺激の少ないまったりとした時間を作るということですね。で、これら3つができていれば眠りがすごく良くなりますからね。すぐに効果を実感できると思いますよ。というわけで続いてストレスに弱くなる2つの習慣の2つ目はこちら。運動不足。これまたつまんないでしょ。でもね、運動はとにかく大事。睡眠よりも大事。というのは、運動がしっかりできていればぐっすり眠れるようになりますからね。では、運動は心にどんな効果を与えるのか。まずは脳の容積がアップする。その結果、集中力が続く。記憶力アップ。IQ アップ。緊張が減る。不安が減る。イライラが減る。無駄遣いが減る。あとは、アルコール摂取量が減る。健康的なものを好んで食べるようになる。体調が良くなる。モチベーションが上がる。対人不安が減る。自己肯定感が上がる。自己肯定感とは、自分は価値のある存在だと思える感覚です。それから自己効力感が上がる。自己効力感とは、やればできる。どんな問題も乗り越えられるという感覚。次は忍耐強くなる。性格が良くなる。神経質や批判的な性格も改善すると言われています。あとは、うつ病や不安障害の改善。運動はね、抗うつ薬と同等、もしくはそれ以上の効果があると言われています。で、最後に幸福度が上がる。心理学では幸福感を高める一番の方法は運動であろうと言われています。簡単にざーっと見てきましたが、すごいですよね、運動の効果。反対に運動不足だとこの逆のことが起こってくるわけですから、ストレスに弱くなるのは当然というわけです。で、最後に運動がストレスの毒消しになるという分かりやすい実験がありますので、簡単にご紹介させてください。20匹のネズミ。そのうち10匹は運動しているネズミ。残りの10匹は運動不足のネズミ。かわいそうですが、このネズミたちにストレスをかけます。雑音、ショック、フラッシュライトなど。すると、運動不足のネズミは1ヶ月以内に10匹すべてがストレスで死んでしまいました。ところがね、運動してるネズミは1ヶ月後も10匹すべてがピンピンしていました。すごいですよね。運動してるかどうかでこれほどのストレス耐性が違ってくるんです。動くものと書いて動物。人間も運動をすることで初めて人間本来の力を発揮できる。人間らしい生活をできるということでしょうね。で、最後の最後にどんな運動が効果があるのか。これは有酸素運動でも筋トレでもどちらでも OK。何でも OK です。
できれば1回30分以上、週に4回以上。スタミナは人それぞれなので、無理のない範囲で OK。あとね、鬱っぽいとか不安感がひどいという方は、有酸素運動の方がおすすめ。ウォーキング、ランニング、縄跳び、エアロバイク、水泳とかね。あとは、テニス、サッカー、卓球のように、楽しめる趣味を作ると長続きしやすいので、もっといいですね。というわけで今回のまとめです。植物を育てるのに必要なものは、良質な土と十分な水。人間も人間らしく生きるには、良質な睡眠と十分な運動が絶対に必要。どちらかが不足すると心が勝手に暗くなります。集中力も続きません。ちょっとしたことがストレスになります。何事もめんどくさくなります。反対に、良質な睡眠と十分な運動さえできていれば、心が勝手に明るくなります。頑張ることも楽しくなります。ストレスがストレスでなくなります。やがて自信が高まり、夢や希望も湧いてくるはずです。人生において睡眠と運動は一番大切なものなのに、ついおろそかにしてしまいがちですからね。心当たりのある方は、睡眠習慣と運動習慣を改善して、もともと自分に備わっている本当の強い力、ゆとりのある強い心をぜひ体感してみてくださいね。というわけで今回はここまでです。最後までご視聴いただきありがとうございました。皆様に感謝して終わりたいと思います。